オリオンです。今回の雑学はこちら。カバはなんと赤い汗をかくと。カバはとても汗かきで、川から陸に上がると全身汗をかいている。実はこの汗は色が赤い、かいたばかりでは透明ですが、時間が経つにつれて血のように真っ赤になると。これは空気に触れると汗に含まれる色素が赤色に変化するため。そしてカバが大量に汗をかくのは、陸上でも皮膚を濡れた状態にしておかないと皮膚が剥がれやすくなるためと。はい、ということです。